今夜は、ね、57年ぶりに発見されました映画の話題なんですけれども、日本娘という題名のこの映画は、まあ、日本とビルマ、今のミャンマーですよね、はい、との合作映画なんですけれども、監督が今もミャンマーに健在でいらっしゃるということで、まあ、制作にまつわる話など国際局の田辺チーフディレクターが取材いたしました。田辺さん、こんばんは、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これは1935年に作られた映画ということですね。そして、当時のビルマの監督が日本の PCL、 現在の東宝ですが、そこの撮影所で撮影をした。しかし中身は全部ビルマの言葉で喋られている。だからなかなか分からなかった。で、日本のフィルムがアメリカ軍に接収された後帰ってくるフィルムの中にたまたまその山の中で見つかったと。非常に面白い歴史を持った映画です。で、この映画は日本とその当時のビルマとの交流を扱っているんですが、その映画のストーリーさながらに当時の監督が日本人の女性と結婚をされた。なるほど。で、その女性も今ヤンゴンにご健在だというようなことで、この映画をめぐる話題を私たち取材してきました。今日はこれを目玉に映画日本娘の上映会は9月12日に東京新宿の都民ホールで行われました。日本初公開とあって多くの人が詰めかけました。中でもミャンマーではこの映画のフィルムはすでに失われ、幻の名画と語り伝えられているだけに、一目見たいという在日ミャンマー人の姿が目を引きました。その中には監督主演のニープーさんと奥さんタカ子さんの孫娘にあたり、今東京に住んでいるザーリー・モーウーさんの姿もありました。この映画のストーリーは、東京からラングーン、現在のヤンゴンへの無着陸飛行を目指すビルマ人の兄弟が日本へやってくるところから始まります。ニープーさんの演じる兄のパイロットは、東京で日本娘、恵美子さんと恋に落ちます。こんにちは。いらっしゃいませ。しかし高尾光子演じる恵美子さんは、兄弟の大事業の妨げになってはと自ら身を引きます。やがて兄弟は計画通りラングーンへの飛行に成功しますが、病床の恵美子さんはそのニュースを聞きながら静かに息を引き取ります。この映画は当時ビルマで大変評判になりました。ラングーンでは6ヶ月間のロングラン上映が続いたといいます。ビルマ人の勇気、日本娘のけなげさが受け、日本を紹介する意味でも大変大きな役割を果たしました。この映画の監督主演を務めたニープーさんは今年92歳、映画制作当時結婚した奥さん高子さんは77歳、2人はヤンゴンで元気に暮らしています。緑の濃いヤンゴンの街はいかにも仏教の国といった穏やかな表情を見せています。しかし街角に立つ政府の看板を見ると、現在軍事政権下にあるという厳しさを伺わせます。ニープーさん、タカ子さんは息子さん夫婦とお孫さん一人、それに娘さん2人と一緒にヤンゴン市内に住んでいます。すでに映画界を引退したニープーさんは、足が不自由なこと、耳が遠くなったことを除けば大変元気です。日本での映画日本娘の上映場面を収めたビデオをニープーさんとその家族の皆さんに見てもらいました。これは無着陸飛行を試みるために主人公の兄弟がビルマから日本にやってきたシーンです。ニープーさんと実の弟マンマンソーさんが演じています。
若い日の自分の姿を見て、ニプーさんの記憶がよみがえります。今度は映画のラストシーン、無事に無着陸飛行を成し遂げた後、兄の飛行士は亡くなった恵美子さんの墓に詣ます。こうして映画の中ではニープーさんの演じた飛行士の恋人は亡くなりますが、現実にはこの時期にニープーさんは当時20歳の日本娘鈴木孝子さんに出会います。マミレラオニブマミレラのダミアラまあ、当時孝子さんは撮影所にほど近い食堂で働いていました。毎日食事に来るニープーさんは孝子さんを見初めます。やがてニープーさんがプロポーズ。孝子さんは未知の国へ行く不安はあったものの、ニープーさんの人柄を信頼し結婚に踏み切りました。完成した映画と新妻を伴ってニープーさんは帰国。区切られた映画は大ヒット。特に映画の中の恵美子さんの優しさが受け、その当時のビルマでは恵美さん石鹸や恵美さんスカートまで売り出されるほどでした。孝子さんにもそうした影響が及びます。その人の女優が私だっていうことになってる。高尾光子さん。はい。そうでありません。顔が違うよって言ってもダメなの。そしてもうね、市場だとかお店以外に出られないんですよ。みんながあれしちゃって。私を目に見え、恵美さんば、恵美さんば。そんなに有名な。有名になっちゃったんです。高子さんがこうして有名になる一方、ニプーさんはこの映画が出世作となり、その後監督プロデューサーとして活躍します。1960年代に引退してからもミャンマー映画の父と呼ばれて尊敬されています。ミャンマーでは映画は数少ない娯楽の一つとして今も人気があります。中でもアクションものや戦争ものが好まれています。そうした映画がかかっている映画館には朝早くから安いチケットを求める人の列ができます。かつてニプーさんの指導を受けた人たちが現代のミャンマー映画界を支えています。しかし制作現場ではカメラや照明機材が老朽化し、フィルムは極端に不足しています。映画監督の多くはむしろ手軽なビデオ映画の制作を手掛けています。私たちが取材した時期に制作していた劇映画はこの一本だけでした。ディガバラガイヤベロンアーマーセイセンリアマピケバウアバメヌお前テロジャーナリジャーニャディラナリベリやおれ。毎週2、3回は市場に買い物に出かける孝子さん。物価高で生活は大変だけれども、昔の苦労に比べれば何でもないと孝子さんは言います。孝子さんにとって一番苦しかったのは、日本軍がビルマに攻め込む1942年の頃でした。日本の戦争だという時には大使館の人たちとか、例えばそのいろんな商売してる人はみんな帰ってたじゃないですか。あとに残った人が捕まったのが44人でしたよ。捕まった？はい。その時私も一緒、日本人、英国領のあれをもらっているけども、私も日本人だ、本当は日本人だっていうので私を捕まっちゃった。それは英国が鈴木孝子さんをスパイのように見た。そうなの。そうですか。日本のスパイになっちゃって
ね、捕まった時に一緒に陰性な牢屋に入ったんです。私もその時にはウニも一緒ですか。ウニは別の遠いところに、その弟もこの二人ともタージャージに帰って、保険財産もみんな取られちゃった。日本の占領時代には今度はビルマの人々から憎まれたという孝子さん。しかし戦後間もなく孝子さんは独立したビルマに帰化します。ビルマ国民となった孝子さんの名前はドーサンイ。彼にとっては懐かしい思い出の映画が今よみがえりました。ヤンゴンで静かに生きてきた老夫婦にとって、日本でのフィルムの発見、そして上映というニュースは、57年前の運命的な出会いを思い起こさせる大事件でした。ニープーさんはお孫さんに言います。おじいさんの映画、日本で見られるんだよ。ジャパンインドへというご自身にとっても懐かしい映画が見つかった。ジャパン、そのニュースを聞かれた時はどんな気持ちでした？もうドキドキしちゃったんですね。胸が震えたんですよ。嬉しくて。何十年間これあれした。そしてお金を、莫大なお金をこの人は使って作ったこの映画だそうです。ニプーさんは92歳の今、その映画人としての情熱が再び目覚めたかのように力強く話します。ニプーさんは今改めて自分の人生をかけ、孝子さんと共に歩んできた映画の世界に思いを馳せています。二人の願いはこの映画をもう一度ミャンマーの人々に見てもらいたいということです。田辺さん、なんかこれね、もう少しストーリーのですね、全部お見せできないみたいなと思うんですが、あの皆さんそうおっしゃいますですね。ストーリーはどういう、今も説明がありましたように、日本へ飛んできた植民地ビルマの飛行士2人が、要するに無着陸飛行という壮挙ですね、ある意味では無謀な冒険をやってのける、そこに日本人の女性の優しさ、恋が絡む、こういう仕立てになってます。その無着陸飛行といっても当時不可能ですよね。これはあの現実にはあの映画をご覧になった日本の飛行機関係の方も、あの飛行機じゃ無理だというふうにはおっしゃってました。どういう意味合いなんですか。やっぱりあのイギリスの植民地から脱却したいという1930年代のビルマの人たちの気持ちをそこに込めたのではないかと思います。なるほどね。高泉さん、どういうふうにご覧になりました。あのウーニップさんって、あのさっき見てるとミャンマーの映画の父と呼ばれてるみたいですけども、あの彼は今までどんな映画を作ってらしたんですか。あのこの方は正確に言うと最初のビルマ人としての映画スター、続いて監督をやった。スター、初めにスターで、はい、それから監督、はい、それから制作者、後半は作品を作るというよりもみんなが作った撮影したフィルムをよく仕上げるといった技術的な側面でみんなを指導した、そういう感じで映画界の父というふうに言われているわけです。そういう意味での父ですね。はい、あのご夫妻のこれまでというのは本当に映画のストーリーさながらという感じがメロドラマしましたけれども、あの奥様すごく日本語はずっと上手で、そうですね、東京の本郷の生まれだということで、今でもですから聞きますといわゆる下町弁、
東京弁が、はい、綺麗ですね。でも向こう行ってから60年近く経ってるんですよ ね、 ですね。やはり日本人としての誇りがどっか心の片隅にずっと持ち続けられたんじゃないかと思います。なんか後編続々とかいろいろ作れそうですけれども、ニップ監督は映画をどこで勉強されたんですか？初めはやはり創始国のイギリスへ行きたかった。でもなかなか行けなかった、で日本でも結構進んでるということを聞きになって日本へ来られたようです、はい、なるほどね。大変貴重なこれ映像、よく出てきましたね。日本とこうアジアの国々を結ぶこういう作品というのはまだたくさん他にもあるんでしょうけどね、次々と見つかるといいですね。